なんですけど、ちょっと紹介させていただきます、天才肌のピアノ即興詩人川瀬美博さんと川瀬博さんと実力派天然シンガー、クレッションマークつきますけどヒロミンのユニットマルタンペシャ。この意味はですね、フランス語でカワセミという意味です。肩肘を張らずに美しい音楽をみんなで楽しもうをコンセプトに日々精進しております。今日は町田の皆様とお会いできて光栄です。短い時間ですが、どうぞご一緒に音楽を楽しんでいってください。準備の方よろしかったらお願いいたしたいと思います。マルシャンペシャのお二人です。ありがとうございます。ご紹介いただきましたマルシャンペシャの、ピアノ即興詩人川瀬美博です。よろしくお願いします。雨の中ね、よくいらっしゃいました。ありがとうございます。今日司会を務めているヒロミンです。今から準備中だそうですけど、昨日の夜 の映画、竜とそばかすの夢でしたっけね、あれもいい映画ですね。あのテーマ曲も含めていろいろ皆さんからリクエストがあったら、演奏するというのが普段のスタイルなんですけれども、今日のこのステージは25分間で限られているので、決められた曲だけ、やります。ですので私の方はいろんなストリートピアノで、その場でいらっしゃる方のリクエストにお答えしてるんで、どっかで出会ったらぜひよろしくお願いします。はい、では1曲目いっちゃいますか。小坂明子さんのあなた、
もう大好きな歌で、いい曲ですよね。最近歌わないんで、もっとね、この曲知ってほしいですね。はい、隠れた名曲をどんどんやりますよ。では、二人のハーモニー、そうです、ね、はい、宮沢和美さんと矢野明子ちゃんですね。はい、フランシス・レイさんの白い恋人たち、多分聞いてくださったら、ああこれこれ知ってるっていう感じだと思います。はい、ではください。ちょっと違いましたね。はい、
として、まあ、東洋から行ったのは私だけなんですけども、その時に撮った写真集が あそこの私のオリジナル作品集 CD に入ってます。で次の曲はそのオリジナル作品から忘れかけていた旅、川瀬博さんのオリジナル曲忘れかけていた旅を歌わせていただきます。はい、ご挨拶キャスティングでI'm not afraid to die.
青い孤独に
そうです。今日の演奏も伴奏なんですけども、一度限りの今日のアレンジでやりました。ということで、いつでもですね、皆さんのリクエストをお待ちしてますが、近いところでは11月26日から、毎月1回、浜松町もしくは竹芝から歩いてすぐのホテルメズム東京という16階の真正面にスカイツリーが見える綺麗なところで、夜景の見えるホテルレストランで聞いています。夜7時と8時半とショーケースで担当してますので、それも含めて下の方に書いてありますから、これからもよろしくお願いします。今日は最後まで興味の司会で楽しんでください。ありがとうございました。マリカンテさんです。